その時よりは今は絞り、今はちょっとキュッてしましたよ。逆にじゃあその時のプリッとしてた時のが詰まってるわけです。そうです。それはいいんですか、ここに的には。はいそれもそれ、これはこれで23歳の NMB を卒業した初めての思い出です。はい、来年には、来年またこうやって機会があった時に、なんかまた変わったね、シルエットになったらいいなって。それはなんで太ったんですか食べ過ぎ多分動かなくなった分が来たんだと思います、はい、筋肉だった部分が全肉に変わる。全肉って嫌ですよ、なんか お肉に変わった感じがしました。ちなみに今はまあ痩せられたってことで、最大その NMB 時代より何キロぐらい増加されたんですか。具体的に私体重計にあまり乗らなくて、はい、持ってないんですよ体重計を。そうなんです。でも多分3キロぐらいはいったと思います。3キロ3キロ3キロからまあ持ってる5キロ3から5の、そこからちょっとやばいなと思ってダイエットされた。そうですね、ちょっと動かないとなと思ってジムとかに、はい、アイニャンが先に辞めた福本愛菜ちゃんが、辞めたら太るから気をつけやって言ったのに、そのまんま太っちゃいました。中国聞かなかったですか。はい聞かなかった、はい、写真集の時に、理想の出会いについてちょっと話してましたけど、はい、卒業してからそういう理想の出会いみたいなのはあったんでしょうか。なかったです。やっぱまず理想が高すぎたみたいで、落とし物をしてそこから拾ってもらって始まる恋がしたいって言ったので、まあ無理ですね。じゃあ最近次はどういう出会いを求めますか。いやでも私すごく夢を見る派で、今だと月9とかでお坊さんとあるじゃないですか、こう恋愛物語みたいな。でそれも最初はなんかこうね、なんかなんていうんですか、砂じゃないけどなんかかけちゃって、そっから恋が始まった感じじゃないですか。なんかそういうハプニングからやっぱり始まる恋がいいですね。もう一つ、東京の道がよくわからないと言ってましたけど、はい、それからちょっと慣れたら気にしたんでしょうか。だいぶ慣れました。でもこの間も電車に乗ってて15分で帰れるところを、多分乗り換えを間違えたのか1時間かかりました気づいたらなんか終点まで行っちゃって山の方に行ってましたそうびっくりした。だからこれついちゃったと思ってもう一つ、この前オフェロメイクをしたって言って、はい、ちょっとネットで話題になったんですけど、はい、メイクは自分ではどのように浮かんでいますか。なんかちょっと変わってましたよねそうですね、やっぱオフェロって恋をした女の子の顔をこう可愛く表現したものなので、ちょっとほてってたりとか、あとツヤ感をいっぱい出せたりとかするんですけど、普段はオフェロメイクしてたらきっとなかなか効果ないと思うんですけど、もっと自分のなんかこう強調したいパーツを自分なりに勉強して、いざという時はちょっと酔っ払ったって言ったらおかしいけど、ちょっとほてった感じのメイクで勝負に挑めたらいいなと思います。ロケはどこでやられたの。撮影した場所。千葉の九十九里です。九十九里浜。結構一日で撮って、着替え以外になんか面白いエピソードありましたか。着替え以外に面白いエピソード。思い出に残ってる。あ、朝の何時でしたっけ。6時とかかな、6時とかからさ行ったんですけど、その間の途中で寄ったナチュラルローソンのコンビニのごぼちっていうお菓子がめちゃくちゃ美味しくて、ごぼちって何ですか。なんかごぼうのチップスなんですけど、そのお菓子がめっちゃ美味しかった、はい。そういうの食べちゃうから太っちゃう。そう
ですよね。でもそのお菓子こんなんやからご飯食べるよりもいいかなと思って、その日はお腹出へんと、まあ出てたんですけど結局2016年のバレンタということで、はい、2016年こんな年にしたいかとか、これにチャレンジしたいか。2016年、来年ですよね。来年はそうですね、まあ抱負はいっぱいあるんですけど、ドラマとか出てみたいな、出たいし、あとは NMB の、Facebook じゃなくてない、写真集 NMB の写真集あるんですけど、まあ、卒業してから写真集はまだ出してないから、来年は写真集も出せたらいいなって思います。ちょっと早いですけど、今年大きな一歩というか、はい、で理解するのがどうかもしれない。なんか早く過ぎちゃって、気づいたらもう終わりじゃないですか、今年も。何してたかなと思ってでもいっぱい番組とか出させてもらって、やっぱアイドルと違って一人だと絶対何か話さないといけないし、まあ、アイドルの時も話さないといけないですけど、こうなかなかニコニコプラス何かね、こういろんなタレントさんがいる中で自分の武器を見つけないとなって思ったから、すごく悩んでる、毎日悩んでる感じでした。あーでも NMB ってやっぱ最高やなと思って、なんかいた時はあーもう帰りたいとか、そう毎日一緒にいるから毎日集団行動してるので、あーもうなんかどっか行きたいとか思ってたけど、でもやっぱメンバーがいるからこそ、こうしんどい時とかもなんかみんなでご飯食べるだけでもすごく癒されてたし、なんか悩み事とか泣きたいことがあってもなんかバカなことして遊んでるのが一番楽しかったので、グループならではやなと思って。そんなことないですよ。そもそも最後に阪神ファンだと思うんですけども監督変わられて、そうですね、なんか期待するところはあります。なんやろうな、金本さんですよね。そうです、兄貴に変わられて。でもこの間のドラフト会議でもまたハプニングがあったじゃないですか。だからなんかなんやろ、またそれも笑い話になってるから、いっぱい笑わして、美女とかじゃなく笑わしてもらいたい。なんか大阪をこうもっとより一層関西を盛り上げて来てくれたら嬉しいですね。なんかやっぱ人生で笑えるって素敵やなって思います終わりました、ありがとうございます。